これどういうこと？適応乱舞終わり。何これ、おお、また早い、初めてこんなの。勝てそうです、リングだけを見てたらね。全然大丈夫。違う、今変な世界できた。動きがうるさいけど言葉は静かでしょ。はい、増えたよ。出なくてよかった。てかすごくない？なんで？リング打ったことある人教えてください。あ、なんで？なんで？なんで？何事？本当にこっちが聞きたいよ。何事？もう終わってると思ってる、常に。シカか。終わっちゃった。やばいじゃん、一番やばい。白文字、まあこんだけ続いたらね。まあしょうがない、頑張ったと思います。1456万、しかもそれより前にコインあるから。おっと、今引いちゃった。天国まで回してやめましょう。
赤い襖。お、合コン行く、合コン。さてさて、おー、わーお、合コン。ファストです。残念ながら、まあ、とりあえず100まで回しますね。終わった終わった終わった、はい、終わります。ちょっと流してからじゃないと結果わからないんですけれども、いい具合に戦えたかと思います。ちょっとチャリンコマスターまでは及ばないんですけれども、なんかプレゼントできればなと思います。ということで、セカンドシーズンも応援してくださった皆様、どうもありがとうございました。またエンディングで。お疲れ様です。いやー、今日はセカンドシーズンラストということで気合十分で挑んだわけなんですけれども、途中まではですね、窓巻きで、もう本当に悲惨な状況だったんですけれども、最後はなんとですね、普段ほぼ打つことのないリングに起死回生をかけたわけなんですが、その大移動がですね、功を奏しまして、なんと投資34本だったんですけれども、1854枚流しまして、見事セカンドシーズンラスト白星で終わることができました。まさかね、私今までリング5回ぐらいしか打ったことないんですけど、本当にいい思いをしたことがなかったんですが、今日久しぶりに打ってみて、こんなにいい展開になるんだったらまた打ってみようかなと思ったぐらいすごい楽しい展開でした。まあ、スロットを打って汗かくことはないんですけれども、今日はいろんな意味で、いい運動になった回となりました。みんな、これから夏がやってきますし、ちょっと前の台って面白い台が多いと思うんですけれども、皆さん夏に向けてリング打ってみてはいかがでしょうか。ということで、セカンドシーズンもですね、たくさんご視聴いただきまして本当にありがとうございました。セカンドシーズンは終わるんですけれども、なんとですね、次回も続いちゃいます。セカンドシーズンは一旦は終わるんですが、いろいろ番組やそして衣装もリニューアルして、新しくなったマイプリをお届けするので、また見ていただければなと思います。さらに楽しくバージョンアップできるように頑張りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、皆様また次週お会いしましょう。バイバーイ。始まりましたマイプリンセス第3弾ということで、サードシーズンが今日から始まるわけなんですけれども、見てください、コスチューム変わりました。サードシーズンのためだけに作ったこの番組特製クオカードを見ていただきたいと思います。何ですか。ミッション1、ツイッターでいいねを100集めろ。何の D ステーショングループでは、ありがとう絆プロジェクトというチャリティーを行っています。
皆様ぜひご協力ください。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいていますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーがして得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん。めっちゃためになる。